石井ともか10月1日没年不明は、明治時代の岡山県の実業家、政治家、陽名、留三郎、伊見名、敏夫。岡山藩主として藩主に仕え、母親戦争などに従う。明治に、教師から実業家となり、岡山県内で大日本部特会や日本、赤十字社でも活躍した。市議会議員、資産次官員なども歴任した。 海元年10月1日、元岡山藩士の高原義行曲吉則の次男として生まれる。安政6年2月に同藩士の石池の養子氏となり、5月に幼い池田正和の乙義役を命ぜられた。文久2年12月に役を免ぜられ、五門長など多くの家詞品を与えられる。文久4年9月に元服し、翌年11月に長州政党に出生。 慶応元年10月に外戦し、その功によって、金銭と絹を与えられる。慶応2年正月に、休日、剣道の上達により、金200足の報奨を得る。7月の小島軍は天城兵への出征で小川詰めに、任せられ、翌月帰城。ついで、岩田町の陣屋に出張を命じられる。慶応4年正月、西宮摩の辻陣屋への出征に従い、2月に、 起情。明治元年11月に、藩の招待霊種を拝命し、明治4年に家を継ぐ。明治7年4月岡山県恩地学校で二等助教を拝命し、明治9年6月に、第13中学区、小学校に転勤する。明治10年5月に三等教授に進み、翌年辞職し、実業に従事する。明治23年1月に、 岡山15課長職業会議員選挙に出馬し、6月に荒金山合資会社に入社、熊本県熊群後木村港山支店長となる。明治26年10月に荒金山の学校に寄付、明治29年に道路修繕費を寄付して、木杯を受領する。明治33年、株式会社勝山銀行監査役となり、翌年岡山県会議員に当選する。 明治34年10月に大日本部徳会、岡山地方幹事に押される。明治35年大日本赤十字社、岡山支部省議員となり、翌年衛生会評議員となる。その後、大日本部徳会常議員、岡山市参次会員、私立静谷中学校理事、岡山実香女学校理事等に推挙される。明治41年22人公館佐役となる。翌年、 赤十字社特別会員に列せられ、同年4月に九州鉄道下部県を熊本県熊組月村の基本財産として寄付し、金杯を受領する。同年8月に岡山部徳会支部監査役となり、9月に資産次会員に再選する。明治43年に山陽新報社取締役になる。ありがとうございます。